どうもこんにちは、のるのたけしです。あ、たのしな、間違えちゃったまだ自分の中で浸透してないんだよね。いやですよそうそういろんなたけしがあるからね。すみません、今日急にお呼び立ていたしまして。バイクの件で YouTube やっていただけるんですか。そう、ですね、すごいんですよ、あの周りも。そのちょっとごめんなさい、すごい LINE がめちゃくちゃ鳴ってるんですけど、誰から来て、ちょっと待ってください、なんだこれ。ちょっとね、バイクのちょっとこう専門の特化したなんかこうチャンネルやりたいなと思って、あの周りに結構やっぱこうバイク乗る人がたくさんいるんですよ。おかげさまで、いろんなとこで宇野隆さんって言っていただけるんで、ちょっとバイク の、まあ、僕も大好きだから、そういったなんかあのチャンネルがあったらいいななんて思ったりして、なのでちょっと藤沢までわざわざ来ていただきまして、朝早くから、すいません、朝9時ですどういう感じでやっていきたいとかあるんですか。そうですね、まあ知り合いが、まあ、いっぱいいるんで、バイク好きな、なんかこうツーリングしたりとかね。そう、あとはちょっと今バイク買おうと思ってて。そうなんです。なんかたくさんお持ちだっていうのがあるバイク。今ね、あのガレージに6台入ってるんですよそう、それでうちの奥さんが、はい、ちょっといい加減しろっていうことで、まあ、できれば何台かうちに買えると。そう、だからせっかく、まあ、宇野隆なんでバイクの下取りもこの場でやろうかなと思って、はい。そうだから、なのでちょっとなんかバイクを買ったりとか、あとまああんまり僕ね、カスタムとか今までそんなにこうがっつりやったことないんですよ。なので今回は買ったバイクをちょっと自分流にカスタムしたいなと思ってるんで、あとはまあずっと前からやってるんですけど、パパツーっていう子供と一緒になんかせっかくだったらバイク楽しもうよっていうことで、まあ多分世の中のお父さんなんか、まあ、昔はバイク乗ってたんだけど、仕事や始めてバイク乗るのやめちゃったって方多いと思うんですよね。だからそういった方をちょっと気づき出したいなっていうのがあって、僕自身もちょっとやっぱりバイク空いた時期があったんですよ。でもそのなんかこうバイク買う時に子供の送り迎えするからバイク1台買っていいっていう言い訳をして1台買ったんですねで、まあ、そういう方法もあるんで、はい、そういったこう世の中にバイクちょっと久々に乗りたいなっていうパパたちの味方として、ちょっとこう引きずり出したいなっていうのがあってですね。実際楽しいんですよ、子供と一緒にツーリングしたりするの。うん、そう、はい、まあ、そんななんかちょっとこうバイクにまつわるチャンネルにしたいなと思ってます。今日ちょっとせっかく近所まで来ていただいたんで、僕のガレージのちょっとね、今この時間的にうちの息子保育園に送り迎えしてたりとかして結構忙しいんでガチャガチャしてますけど、私は結構リアルな話だったりします。いやいや、全然大丈夫、全然大丈夫はい、これ流れないですもんね、だってね、流れなかったら撮れないそうですよね全然大丈夫です。はいはい、ちょっとお願いします